悲しい。夜ご飯はオムライスを食べました。スタローが作ってくれました。美味しかったです。なので珍しく夜ご飯が終わった状態の配信です。いつもはもう夜ご飯食べないまま配信してるからお腹が空いて美味しいものの話をしちゃうんですけど、今日はもう食べたのできっと今日は食べないと、食べないで喋らないと思います。多分美味しいものの話はない気がします。あ、ハヤシライスです。オムライスじゃない、ハヤシライスを食べました。私オムライスって言った、ボケてますね。オムハヤシを食べました。オムかわかんないけど、卵、入り卵と半々ハヤシライスを食べました。美味しかったです。はい、ハヤシライスです。うん、頭が熱さでボケちゃったみたいです。勝手に想像してることと喋ってることが違ったみたい、すいません。あ、そう、ソラハさんのストーリーになってるやつ、それです。そう、それです。皆さんも美味しいもの食べましたか？美味しいもの食べて暑い夏を乗り切っていきましょう。今日はですね、みんなにお知らせごと、東京アイドルフェスティバル2024の出演メンバーが発表されまして、やったー、とても嬉しいですね。楽しみです。 TIFF 8月の4日、8月4日です。最終日です。3日間ある日の最終日に出ます。タイムテーブルとかはまだ出てないので、タイムテーブルとかステージについてはまたお知らせが出次第告知したいと思いますね。夏フェス、まず今月が、今月スパークがあって、で来月にティフとサマステが控えてるかな。やったね。確かにニコ生、そっか、今使えない、そうですね、生配信いつもニコ生か、わあ、ほんとだ、今ねニコニコは見れないね。もう先行発売、なんかいろんなチケットの受付があるんですけど、今日サイト見たら3個あるうちの2個はもうすでに受付終了って書かれてて、1個はまだ終了って書かれてなかったので、ちょっとメンバー STU が出ること自体はもうすでに発表されてたんですけども、ちょっとメンバーがね今日出たから、ね、初めて出るメンバーも多いですし、去年とはまた違う STU の姿をみんなに見てもらえたらなと思います。楽しみですね。暑くないといいですね。あと雨も降らないといいね。雨も嫌だし暑さも嫌ですね。こんばんは。ギフト遡りタイムに行きたいと思います。ピョン、あー待って、どんどん消えていってる。あー今遡れる。あ、ヒーローさんお断りです。陣内さん、 G2 さん、ダーサクさん、しんいちさん、マクールさん、スプマンテさん、 NT さん、広瀬光一さん、カズさんお断りです。中爺さん、吉和さん、かいちゃん、さとこさん、西さん、ガトーショコラさん、カンさん、いっちゃんお断りです。ヤスさん、トールさん、アオイさん、メギタピポさん、リザ48さん、コウさん、コウジさん、スタメンさん、メギタピポさん、リザ48さん、クロさん、クックさん、シンちゃんさん、エルさん、ガバイトさん、ヒロッチさん、マー君お断りです。ハラカラさんお断りです。ジンセさん、カエデさん、
ポストさん、プルンさん、大吉さん、新一さん、ポンさん、ジェットさん、ありがとう。マー君お断りです、ありがとう。アルテミスさん、ビーディーマンさん、テトリス5さん、ラクさん、サンちゃんだよ、陣内さん、ありがとう。中田さん、お断りです。長崎県民さん、アルテミスさん、ヒロシ BKK さん、ありがとう。フッチー、フクちゃん、ジーツーさん、しんいちさん、広瀬小一さん、カーンピットさん、いっくん、レネさん、コウさん、おみかんさん、マッスン、シバさん、ゼットさん、トニーさん、アイスレモンさん、ゼータン、いっくん、マクールさん、アキモさん、中じいさん、ジンダイさん、大吉さん、マモルさん、カズヤさん、シンさん、タカさん、ノブさん、クロさん、ジーツーさん、フレーベさん、アンバさん、読売巨人軍さん、キョンシュさん、持ち肌さん、土の子さん、お断り、しんちさん、お断り、みんなありがとうございます。ギフト、リリービット屋外、屋内です、室内だよ。無印良品とロフトの目の前のコーナーだった、この前調べたら。室内だよ。スカイホエールさん、ゆっちょさん、コナンさん、浜松の IH さん、源五郎さん、福太郎さん、レストさん、いっちゃん、ありがとうございます、ありがとう。そう、室内だよ。私も愛媛に行く準備をしなくてはいけません。愛媛の次の日はオンラインお話し会があるので、あの喉握手会で喉をあまりこう何騒ぎすぎて喉を痛めないように気をつけたいと思います。喉痛めたらオンラインがもう大変なことになるのでね、気をつけます。しんしんしんのすけさん、シャボンありがとう。スタメンさん、短冊、カードリさん、シャボン、栃木のスーさん、レインボースター、ジーツーさん、ハートありがとう。みつさん、短冊ありがとう、ありがとうございます。楽しみですね。やっと順番回ってきた。リリーベの順番が一番最後なんですよ、明後日が。だからもう全然さ、他のメンバー終わっちゃってて、愛媛のメンバーだけまだだったので、やっとやっとですね。よしひろさん、たかしんさん、シャボンありがとう。エリオさん、ハート。しんいちさん、短冊ありがとう。キムさん、かわいい、ありがとう。そう、マイキューさんとアオイさんの凱旋、凱旋リリーベです。初センターと初16人選抜メンバー2人の地元愛媛県です。アイスは食べました。今日は箱アイスのパルムを1個食べました。このあとジャイアントコーン食べます。ジャイアントコーンの黄色を配信が終わったら食べます。久しぶりに握手会解禁、いや、そういうわけでもないです。この前もう広島の全メンバーが出るイベントでもう解禁したので、あの愛媛で鍵開けしてもパセリの久々 あの握手会の一人目とかではない、もうこの前やっちゃったんですけど、でも6人のイベントは明日が最後の回です。16人ではもうこの前やございました。そう、冷凍庫にストックできるようになったの。そうなのよ、成長しました。アイスをたくさん食べる習慣を少しずつ減らして今いい感じです。食べ過ぎないようにしていい感じでございます。アトムさん、レインボースターありがとう。そう、お、いいね、そう食べたの。
夏だね。そうは。さっぱり。かいちゃん、だるま、ありがとう。おみかんさん、ファイト、ありがとう。気合は少ないのは、なんかね、お店側はジャイアントコーンの仕入れを選べないみたいなのをコメント欄で前見たことがありますね。あのジャイアントコーンを発注したら赤と青と黄色がもう来るから、もうその時点で多分赤の割合が多いのかなって思う。なんでなんだろうね、黄色が美味しいのにね。ウェンさん、ハートありがとう。そう、グループショットと握手会、ミニライブは券がなくても見れる観覧無料のミニライブで、グループショットとグループ握手会で、その後に個別握手会です。グループショットは握手会よりも多分枚数が2倍かな。1枚で握手会、2枚でグループショットです。なので、いや、どうしようって、握手を2回するか、グループショットを撮って思い出を残すか、どうしようっていうのをちょっと考えて、ぜひお待ちしてます。そう、池田ゆらちゃんと高尾沢やんごろの2人と同じレーンなので、そう、2期生レーンですね。もう一つはマイキューさん、アオイさん、安住の愛媛と広島、愛媛広島レーン、こっちは3人、広島福岡長崎レーンです。3です。ヤンコと一緒のこと多いね。まあ、PR 舞台があったのもあるけどね、ヤンヤンとは何かと一緒になりますが、イケコとはあんまり一緒のイベントとかなることがまだないので新鮮かもしれません。お楽しみ。あ、確かに四国のユニットメンバーだ。本当だ、安住は四国でした。G2 さん、会いたい、10個、ありがとう。会おう。ニッシー、シャボン、ありがとう。ハリーポッターメガネのヒゲおじさん、短冊ありがとう。 G2 さん、シャボン、ありがとう。そう、ソタロはいない。ソタロはなんかイベントに出るらしいです。もうちょっと扇風機つけたら扇風機で髪が広がっちゃう。ゆたパパさん、お断りです。しんいちさん、シャボン、ありがとう。サイン入りグッズの当選したっぽくて、希望メンバーを聞かれるメールが来てた。何それ、何何のやつ、 STU? はい、何のやつだろう。メビウスさん、ハート、はっちゃん、シャボン、コカジアさん、短冊ありがとう。ありがとう。そうなの、土曜日は何人だっけ、何人かのメンバーはまた別のイベントがあって、そうなんですよ、大阪にいるんですね。愛媛を取るのか大阪を取るのか、推しメンが分裂してる方はもう究極の選択なのかもしれません。お、愛媛近いから行ってみようみたいな人いたらさ、ね。ちょっと見てよ。あ、これだ。大阪のララポート堺にて開催されるイベント、チアーアップジャパン2024 in 大阪に岡村リオ、苦島優香、佐古姫香、篠野空葉、曽川咲、峰吉ありさの6名が出演しますね。13時から16時予定だって。踊れるメンバーだね。
ダンスのイベントだからかな、踊るバキバキダンスメンバーですね。ダンスメンバーを揃えていますね。でもね、愛媛でもね楽しいからね愛媛のことも忘れないでくださいね。愛媛はね14時からなんですよ。時間もかぶってる。大阪は13時から16時で、愛媛は14時です。ちょっと終わってから移動とか厳しそうな感じですね。あら、まあ、お姫が両方にいる人は、右半身は広島じゃなかった愛媛、左半身は大阪とかにして、どうにかこうにか頑張ってほしいです。よろしくお願いします。そうだね、ヘリとかなんか瞬間移動の術を身につけるとかしないとちょっと難しそうだね。確かにギリ回せる方がしんどい。確かにね、ちょっと諦めつくね、時間かぶっとったら。いやもうどっちにしようってなってさ、いや両方行ける時間だけどこれいやどうかなみたいなやつが一番難しいけど、こんだけ時間かぶってればもう決断ができそうですね。あ、分身予定、分身もありだよ。ハリーポッターメガネのひげおじさん、短冊こうさん、おことありです。しんいちさん、だるま、しゅんさん、シャボン、ありがとう。スプマンテさん、花束良平さん、おことありです。センパチさん、ハト、コカジアさん、シャボン、ありがとう。ありがとうございます。よろしくお願いします。リリーベ、もうリリーベこれで終わるけんね。でも大阪のイベントも一回きりだから、どっちも一回きりだから、推しメンが分かれてる方はたくさん考えてください。中爺さん、ハート、スカイホエールさん、シャボン、ありがとう。ゴンベンさん、短冊ありがとう。こんばんは。よかったら愛媛に来てくださいよかったら愛媛に、ぜひぜひです。もう髪の毛広がるからさ、ここになんか重りつけたい、広がらないように。はい、推し面が分かれてる。ああ当事者、推し面分かれ当事者、確かに。しかも推し面が複数いるから複数いるから多い方に来たらいいと思うよ。あのね、まあ、愛媛に2人以上いるし2人以上いるし、多い方に来るっていうのも多数決みたいな。うん、それもありだと思う。スイカラさん、ハート、ケンタロウカープさん、ハート、ありがとう。短冊もありがとう。もうあと3日だよ、みんな。3日で七夕ですよ。やばいですね、七夕が来ちゃいますよ。キャー、七夕。愛媛の水道ポンジュースが出る、空港と愛媛の街中にもあるみたい。2個だっけ、ジュースが出るやつ。私もまだやったことがないんですよ。ちなみに長崎はハウステンボスにチョコレートが出る蛇口があります。夢があるよね、チョコレートが出てくる蛇口。そう、七夕の日はオンラインお話し会。そうです、3月ぶりのオンラインお話し会なので4ヶ月ぶり。まあ4ヶ月ぶりって言っても、七夕の
織姫と彦星に比べたらね短く感じるかもだけど、もう私はめっちゃ久々に感じます。だって前までさ2日連続とか月に1回とかでやっとったからさ、この4ヶ月なかったのでめちゃめちゃ久しぶりに感じます。なのでよろしくお願いいたします。確かにどんぐらいゆっくり話せるのか気になるところですね。ほんとじゃん、アルバムのオンラインって私初めてだからどんぐらい喋れるんだ。あ、そうだ、アーシャも変わってるよ。アーシャが変わって初のオンラインでございます。ショウさん、マリオツーさん、ヒロシ BKK さん、クロさん、短冊、ヨタパパさん、会いたい、ありがとう、エリオさん、ハト、ベニちゃん、シャボン、ありがとう、ありがとうございます。ね、アーシャお楽しみ、見つめ合ってください。え、2倍かな、結構喋れるんじゃない2倍だったら。でもさ、なんかさオンラインでも直接お話し会でもそうなんですけど、あのハセリ何とかでかんとかで、じゃあもうバイバイみたいな、勝手にセルフ剥がしで行く人いるんですよ、ごくたまに、もう本当に稀にたまにいるんですよ。だから今回アルバムだからさ、ちょっと長いじゃないですか、なのでそうセルフ剥がしの気分で来た人はきっと慌てると思うので、話すことを事前にね、あ、これ話そうっていう、こう脳内とか紙に書いたりとかちょっとやっとくといいかもしれませんね。そう、粘って粘って勝手にみんな剥がされてく。特にツーショット回多いです。写真撮るじゃん、写真撮ってまだ喋れるのに写真撮ってすぐバイバイしようとして、でさ、なんかツーショット回って係の人がスマホをずっと預かってるんですよまずスマホをずっとこうやって持ってファンの方に渡さないんよね。でファンの方がえみたいな、なんか没収されたワンちゃんみたいな感じで係員の人の目とスマホを交互にこうやって見てて可愛かったあ、そう、人質みたいにスマホを取られてて可愛かった、待てされてた。なので皆さんお話しましょう、秒数があるうちはお話しましょう。ジャーパングさん、短冊、よしひろさん、ちょっ投げ中してやだよー、ありがとう、ノー、ゆうちゃん、短冊、ありがとう。そうよ、待てされとった、初めて参加するかやってしまいそう。わ、じゃあもう話すこと、でも何でも話したい、もう久々すぎるから、この半年ぐらいでさ話す内容がたくさん溜まってて、ツーショットをね意外と喋れますよ、あれだからお得でした。もうないんだよアルバムのツーショット回もう1回だけだったんです、幕張で終わりだったから、もうあとはサイン会と縁日、広島の縁日と大阪のサイン、でもサインも結構喋れそうな気がします。この前アニメートのサイン会の時は結構喋れました。分からん、人がまた違うからどうなるか分かんないけど。昼休みさん、バラありがとう。オンラインはねどれくらいの秒数か、やっとこれで判明します。この4ヶ月で一押しが変わりました卒業したからね、これからも一押しでよろしくお願いします、本当によろしく。冷やし中華食べた、いいね、夏だね。私はハヤシライスでした、マッシュルームが入ってた、
マッシュルームと卵とオートミール、あと玉ねぎのハヤシライス食べました。おかわりしました。ルーだけ、ルーのおかわりした。明日も食べます。美味しかった。ハヤシライス好きですか？カレーとハヤシどっちが好きですか？投票機能使おう。じゃあ1番がカレー、2番がハヤシライス。はい、1カレー、2ハヤシ、どっちが好きですか？私はハヤシ。いや確かにカレーって強い。だってカレー屋さんあるもん。ハヤシライス屋さんってあんまないじゃん。カフェとか行ったらあるけど、ハヤシ専門店ってあんまり見ないから。ほぼ食べたことない。へえ、両方投げた。欲張りですね。まあどっちも美味しいけんね。まあやばい。結果を見ました。カレーライス 84.8% ハヤシライス 15.2%。 そんな分かれる？ 50-50 ぐらいかと思ったら圧倒的だった。嘘、ハヤシライスみんな好きだけどってこと？強いて言うならカレーみたいな。まあどっちにも良さがあるけど、こんな分かれるものなんや。あ確かに甘口から辛口まで選べるもんね。そうだね、具材もいろいろあるしね。確かにそれもありそう。カレー VS ラーメン、じゃあ分かりました。予想カレーとラーメンやったらラーメンの方が多そう。じゃあ1番カレー、2番ラーメンです。好きな方に入れてください。1カレー、2ラーメン。私の予想はラーメンかな。なんでかっていうと、あのよくパセリあの根をつけてみんなが食べたよっていうので、あんまりカレー来ないんよ。ラーメンをめっちゃ来る。しかもラーメンはあの飲んだ後とかさ、みんなそういう仕事の昼休憩とかでもこう食べてるイメージがあるし、カップラーメンとかもあるじゃん。なのでカレーラーメンとかあるの？それはもう両方入れてください。じゃあ締め切ります。えい、おお、ほぼ同じぐらい。カレー 53.8、ハヤシ、ハヤシじゃない、ラーメン 46.2。 すごい、まあ、大体同じぐらい。じゃあ 50-50 ぐらいを出すゲームにする。いや、あー何ですかね、何が半分半分になるかな。じゃあああ、犬と猫、カレーとお寿司。あ、じゃあ分かった。1番寿司、2番焼肉。1寿司、2焼肉。魚か肉か論争です。どっちが、いやどっちも肉が多そうやな。いやでも寿司、いやどうだろうか。でも半々ぐらいになりそう、寿司と焼肉は。あ、胃もたれ系ね。胃もたれするからもう寿司しかみたいなね。じゃあもう締め切りますよ。あ確かに状況にもよるか、一人かみんなか。ちょっと一回締め切ってみるね。えい、どっちが落ちちゃったっけ。あ、焼肉がちょっと少ない 42.2%。 いやでも大体同じぐらい、大体同じだけど寿司強いわ。じゃあ寿司かラーメンですね。1番寿司、2番、あ間違った、1番寿司、2番カレー。寿司かカレーか、1寿司、
にカレー、タタタンタタタンタタタタタン、ジャジャララタタタタタラランタラランタラタラランピピーボン。え、ねえねえ、寿司ってさ、そんなに愛されているの？寿司 67.2%。 寿司ってすごいんだね。舐めてたわ寿司のこと。寿司強い、ね、私今日の配信の冒頭でね、今日は珍しく夜ご飯を食べて配信しているので今日は食べ物の話はあまりしないと思いますとか言ったのに、めちゃめちゃ食べ物の話してんのあれどういうこと、おかしいですね、どういうことでしょうか。めっちゃしてる、なんだろう、いつもよりしてるよ言ってたよね。じゃあなんかどうしようかな、なんか半々、半々って難しい、半々はあ。じゃあ1番ノースリーブ、2番半袖、どうぞ。1ノースリーブ、2半袖、これは2が多いと思います。うん、みんながよく着るというかこの夏よく着そうな、普段よく着るような、皆さんが着るやつだよ。パセリが着るんじゃないよ、みんなが着るかどうかだから、みんなで。では締め切りたいと思います。ピー、意外とそんな、意外とみんなノースリーブ着るんだね。41% の人はノースリーブ着てほしい方投げた出ちゃってるよ欲望が、隠してもっと、結構いた意外と多かった。意外、みんなマイカーだね。イモケンピさん短冊、カズキさん短冊、タンタン短冊、マルさん短冊、モリケン銀河さん短冊、ナルセさんジュース、コアラさんお断りです、ありがとう。お、昨夜林ですだった、惜しかったね。でも同じだ、同じ胃袋、林です美味しい。ノースリーブマッチョしか着てないイメージ、じゃあみんなマッチョなんじゃない、こういうことしてる、どんなんするのマッチョの人ってポーズ。え、絶対違う絶対にしない、マッチョめちゃめちゃ普通に柔軟だったから、どんなんの人ですか。どんなんしてるのマッチョ、なんかあるじゃん掛け声言うやつ、マッチョの大会のなんかいいよーみたいな、なんとかだよーみたいな叫ぶやつあるじゃん、どんなポーズしてるんだ。キムさん、シャボン、シラクムさん、短冊、ユタパパさん、ジュース、トモさん、花束、ありがとう。中じいさん、ハート、ありがとう。あ、そう、消えてるよってやつ。腹筋チョコモナカジャンボ、もうめっちゃそれ褒め言葉やん。目指そう。今は腹筋は、腹筋はね、別にブヨブヨもしてないけど、豆腐ぐらい豆腐のようなお腹です。わあ、腹筋チョコモナカジャンボやばいね、最上級の褒め言葉。マイカー公園でノースリーブ割引したらみんなノースリーブになりそう。マイカー公園だけ赤字になっちゃうよそんなしたら、みんなみんなノースリーブできて、短パンだとさらに割引されますかとか問い合わせ来て、はノースリーブに短パンの虫取り小僧みたいな人がいっぱい来る気まずいレッスン来るときちょっと気まずい。
うちわじゃなくて虫取り網とか持たれたらちょっと気まずい。楽しそう。ノースリーブ限定公演とか、誰が来るの？誰も来ない。そんなみんなチャートリーの可愛い姿見に行っちゃう。そんなんしたみんなマイカーから離れてく。なんで服ってさ、服ってさ、半袖とかでもさ L とかさ M とかでさ布の面積違うじゃないですか。でも値段一緒じゃん。どうしてなんですか。大きい方がお得やんね。そらそやかさん、うーじおじさん、シャボン、ありがとう。パルコからノースリーブの集団ダメだ、やっぱやめましょう。パルコはもうおしゃれなお店がたくさん入ってるから。そうだよ、公演はパルコの上でやってるからさ、公演終わり20時過ぎたらゾロゾロとノースリーブに短パンの人たちがゾロゾロ降りてきて、もうみんな何が行われているのってなっちゃう。やめとこうね。配信見る人だけにしよう。配信で見る人はノースリーブにしよう。そしたらね、誰にも見られないから。どうしよう、職場で職場で勤務中にこっそり見る人とか、 MC で配信の人はみんなノースリーブで見てくださいって言って、仕事中なのに脱ぎ出してクビになっちゃって大変。そんなのやっぱりみんな普通でいて、ノースリーブ普段から着てる人はノースリーブで。特設会場国際フェリーポートでするってことは、岸壁の野外ってことですよね。仮設スタジオじゃない、仮設ステージってことですよね。ということは暑いってこと炎天下の中見るということでよろしいですか。冬もきついけど夏もきついじゃない。蚊に刺されまくってみんなこうやってボリボリかけながら見てる。超絶可愛いとか言ってめっちゃこうやってさ書かれたとさ、あの辺書いてる人だからあの辺多分蚊いるなみたいななっちゃうじゃん。あ、下手の方が書いてる人がいない。だからみんなもう好きな格好で来てね、想像力豊かですね豊かではない、全然褒められてる気もしない蚊取り線香を焚く、いいね、夏だね。じゃあいつか夏に STU の野外ライブ、 STU 主催のそういう野外のイベントがあったら蚊取り線香を焚こうね、みんなでいっぱい炊きまくろう、蚊取り線香。それで夏祭りをしよう、ヨーヨー釣りとかしよう。ムヒ、あ、ムヒとコラボしますか。いいですね、蚊取り線香。いや、蚊取り線香使ってます、今こういうやつ、ウズのやつ。ばあちゃん家ではあれだった、いい匂いする、あれ、あの匂い好きです。夏を感じます。あんま使わないか。ね、あ、確かに蚊あんまり最近蚊が減ったのかな。自然が減ってるってこと、地球温暖化ということでしょうか。もう地球温暖化が止まってほしいな。なんかさ、何百年に一度の暑さみたいなやつがさ毎年来るから、どんだけ暑いんだってなります。
年々暑いし寒いし。アースノーマットってあれ、なんかこんな感じの形のやつ。顔35度超えると動けない。うわー難しいね。35度超えたら蚊がいなくなるけど、暑くて行きづらい。あちいあちい、やだな。冬も寒かったら、めっちゃ寒かったらゴキブリが出ないってことでしょ。でも寒かったら人間も行きづらい。しかもさ、あの冬が寒いってなるとさ、その前の秋ぐらいにカメムシが大量発生するんだよね。はあ。アイス屋さんも暑すぎると買いに来る人減るらしい。確かに、そっか、そもそも家から出なくなっちゃうのか。難しいね、商売も超むずいね。もうみんなコンビニで済ませちゃうのかな。確かにめっちゃ暑かったらさ、おしゃれしてアイス屋さんに行くよりコンビニでもう T シャツ短パンとかで行く方が、ね、家でクーラーガンガンとかの方がいいかもですね。最近の暑さはもう暑すぎて。キャンパーさん、シャボンありがとうね。適温がいい、どうしたらいいと思う。あとさ、湿度もどうにかしたいよね。よくね、除湿機を外に置くのはどうかっていう話をメンバーとするんですけど、絶対それはすぐ水が溜まるよって。除湿機なんか置いたら電気代もバカみたいにかかるし、水もすぐ溜まるからもう無理だって話をこの前したのね。もう除湿したいってなる。ムシムシ、今日もムシムシだった。スーパー行くだけでね、ムシムシしました。そうだよね、除湿機って電気代、ドライヤーも電気代やばいって聞いたことある。なんなんだ。おやっぱ今日暑かったよね。今日ね、ウォーキング、今日何もできなかったんですよ、遅く起きすぎて。ウォーキング行こうと思って、ウォーキングに行く格好、キャップかぶって歩きやすいこういう T シャツ着てウォーキングに出かけました。徒歩3分で、あ、これ無理やってなってね、近くのスーパーでもう帰ってきた。おかしいよね、すぐ帰ってきた。もう汗もかいてない、何もしてないの。だから今日メールにも書いたんですけど、今日は本当に何もしなくて、本当にエピソードがないんですよ。もう何もしてない本当に。だからスーパーだけは行けましたよ。スーパーで買ったものはヨーグルト、ヨーグルトアイスです。アイス買いました。私の好きなアイスを買いました。箱アイス、ガーナの、前にインスタで紹介したやつ、ガーナ箱アイス、あのパリパリしててめっちゃ美味しいんです。あ、これこれこれおすすめ、これ食べてくださいみんな、これ超美味しいんです。これを今日は買いました。これとあとヨーグルトは、ヨーグルトはね、この前ブログで紹介したやつ、ブログで紹介したこれ、これです。これを買いました。これ美味しい、高いんですけど
他のなんかブルガリアとかと比べるとちょっとお高いけど、分けて食べるからさ、4日ぐらいでコスパはいいと思います。おすすめです。濃厚です。え、今パちゃんに言われてアイス買ったの思い出した。ドロドロだった。私がもっと早くアイスの話をしていれば、もう手遅れじゃん、ドロドロって。あ、誰か救ってあげてください。タイム風呂敷をあげてください。私も一回やったことある。悲しすぎる。固めては無理だよね、もう。ああ、アイス。新一さん、アイスありがとう。持ち肌さん、シャボンありがとう。文さん、短冊ありがとう。マリオ2さん、花束。ユーピョン、ハートと可愛いありがとう。ジロ君、お断りです。ガワさん、シャボンありがとう。おみかんさん、ジュースありがとう。あ、飲むん。じゃあシェイクにするってのはどう。アイスの種類にもよるよね。チョコモナカジャンボ一回溶けたとかやったらもうさ、モナカもしなしななってそうだけど、ガリガリ君とかやったらどうにか再冷凍したらどうにかこうにか食べれそうではあるし、パルムは溶けたらもうシェイクにするしかないですね。ありゃピノもシェイク、雪、雪見大福は、雪見大福もシェイク、雪。もったいないからね。確かにシャリシャリになるね、本当だね。救えなかった。何も救えなかったよ。テキサスのロンスターさん、バラ。ジロ君、アイス。アイタカさん、短冊。スカイホエールさん、ハートありがとうございます。ちょっと検索、ヤフー知恵袋に絶対10人ぐらいいるよ。あ、赤ジャイコだって。もう終わった、それは。冷凍庫に、じゃあまた感想教えて。赤ジャイコはもう溶けたらもう、はあ、もうそれはもう余命宣告、アイスの余命宣告です。はあ、ひろし BKK さん、シャボン。まこぼやさん、レインボースターとシャボンありがとう。マポスさん、アイス。さっちゃん、短冊。林藤夫さん、ジュースありがとう。アイス、一応検索、アイス溶けた再冷凍、溶けたアイスクリームを再冷凍すると微生物の繁殖リスクが高まり、食中毒を起こす可能性があります。アイスクリームには糖分や水分が含まれているため、一度溶けた状態では雑菌が増えやすくなります。特に長時間経過したドロドロのアイスクリームはお腹を壊すリスクが高いので、再冷凍は避けた方が賢明です。おわたです。こりゃおわたですね。どのサイト見ても NG って書いとる。絶対に食べないでくださいって書いてる。でもスーパーカップとかさ、モーとかソーとかだったらさ、溶けたことに気づかず、持って帰ってきてる間とかに溶けても気づかず普通に冷凍庫入れちゃいそう。カップ系は、いやー、グリコお客様センターもダメと言っています。味も食感も損なわれており、
細菌の増殖なども考えられることからお召し上がりはお控えくださいと言われています。グリコが。悲しいですが、もうお別れのようです。悲しいね。アイスさようならだって。ヤマさん、花束ありがとう。アイス溶けず、溶けにくくする方法検索。あ、塩を振りかけるだって。そういうことではなくて、私が知りたいのはスーパーから持って帰ってくるときに、やっぱあのスーパーでもらえる氷を入れるしかないか、クーラーボックス持参しかないか。アイス、みんなアイスの悩みがあったら言ってください。私が今からヤフー知恵袋で調べます私の意見ではなくて、あのネットに頼ります。ネット頼りのパセリです。賞味期限の切れたスイカを食べます。無事を祈ります。でもスイカってさ、あれじゃん、自然界のものだからさ、ちょっとぐらいはいいんじゃない。昨日とかならまだ加工されたものじゃないじゃん、だからまだいけそうじゃない。でも逆に傷みやすいか。うん、無事を祈る。また報告してください。卵には誰も買ってませんそうだよ、私は卵でお腹を壊した過去があるので気をつけてください。皆さん、卵はちゃんと冷蔵庫で保管しないと私みたいな目に遭いますのでね。納豆はね、まだちょっといけるって思っちゃうよね。私も納豆は1日ぐらいだったらいけます。アイスモナカのモナカが湿っていたら一回溶けたってことでしょうか。いや、でもあるよね、モナカしなしなの時。あれは、でも私あれはスーパーによると思ってて、買ったお店の保管によると思ってて、このお店で食うといつもちょっとしなしなに感じるなみたいなのあるんですよ、私の中で。なので、それ確かに溶けたってことなんかな。どうなんですかね。めっちゃね、差があったりするんですよね。企業さんはさ、そのパリパリってなるようにいろいろさ研究して作ってるじゃないですか。とか実際にパリパリだけど、たまにねあるんですよね。そう、回転率もあるかも。私がよく買うところはよくあの安く98円みたいな大きいさ張り紙みたいなしてあって、98円ですみたいな書いてて、だから減ってるんですね。なのでこうどんどん買う人がいるから新しく補充してまた買ってっていう、その循環がいいというか、だからこう新鮮な出来たてのパリパリを食べれてるのかもしれない。買うお店によってなのかな。コンビニとか意外とアイス買う人多いじゃん。意外でもないけど買う人多いから、うん、コンビニとかもさ、こうサクサクが多い気がする。パリパリの。そう、安い時はね減りが早い。5年冷凍庫に入ったままの小豆バーが一生住み着きそうです。もう今すぐ食べましょう。それか、でもアイスクリームはあれですよ、期限がないのでホットミルクとかに混ぜてみるとかどうですか。もう食べる気がなさそうであれば、でそれでちょっとおしるこっぽくして餅とか入れてみるのはどうでしょうか。小豆バー私普段食べんけんね。私のばあちゃんが大好き。小豆バーアレンジとかで調べたら出てきそう。え、小豆バーの五目ご飯とか出てきたよ、公式のレシピ。三村屋が出してる公式レシピ
あずきバーの五目ご飯をおすすめされましたのでどうでしょうか。どうかな。あと肉じゃがもいいらしいよ。肉じゃが、ほらこんなに公式が載せてくれた。あずきバールーローハン、あずきバー五目ご飯、あずきバーのバナナスムージー、あずきバー生チョコ、あずきバーぜんざい、あずきトースト、あずきバーお赤飯、あずきバー肉じゃが、あずきバーホットミルクがあるって。五目ご飯やばそう。すごい。いやでも醤油だけ入れればもう味付けしなくていいらしいです。五目ご飯、あずきバー1本と水、ごぼう、しめじ、醤油、米、鶏もも肉、人参、油揚げだけでいいって。最強じゃん。すごいね、あずきバー。マッスン短冊ありがとう。藤岡猫庭さんハート、マチョルさんお断りです。短冊ありがとう。アイジさん短冊とシャボン、ミハヒナさんハート、ワンダーマークさんハートありがとう、マポスさんジュース、コウさんハート、キムさん短冊ありがとうございます。すごすごいね。生チョコもすごい。生チョコは小豆バー、バター、ビターチョコレート、ココアパウダーだって。小豆の食感とかないんかな。すごい。多分小豆バーを入れることによってみりんとかそういうの入れなくていいってことなんだと思います。甘み、甘さとかそういう味付けを醤油だけでもう済ませられるっていう。あと小豆とかの処理とかなんかいろいろせずにもうボンって入れていったことじゃない？すごっ。レシピ。すごいね。なんかさ、今その小豆バーつながりというか、あずきバーを出してる会社の他のレシピ見てたんですけど、あのかき氷のさシロップあるじゃん、かき氷のシロップで三色団子とか、あとわらび餅、あとお肉のソースとか作ってる。すごい、これを研究してる人がいるってのがすごいですね。だってさ、出してるってことは絶対に失敗もあるじゃん。食べてみないと分かんないからさ、いやこれ作ってみようってなっていろいろ作って、うわ合わないなみたいなやつも食べてるってことでしょ。大変。その上で美味しいやつを出してくれてるってことだから底辺ですな。そういう研究をされてる方はありがとうだね、本当に。すごい。自分がさこれ作りましょうみたいなやったやつだったらまださ、あ合わなかったとか言うけどさ、なんかめっちゃ上司とかが提案したやつでさ言いづらいんかな、どうなんだろう、正直に言うんかな、それともアンケート系なのかな。言いづらそう、あーちょっとうーとか。おさてぃさん短冊、さんいちさん花束、なるしさん短冊ありがとう、ゆたパパさんラブレターありがとう、中じいさんハートありがとう、ショートケイさんハートありがとう、パちゃん会社ナイス、パちゃん会社ナイスはちょっとまだ出ません、まだ出ないけどいつか出ます、いつか出ますのでその時が来たらみんなアイス食べてください。
ばちゃん監視アイス。今出ません。でパセリ味のアイス過去に作ったけど、まあ好みは分かれそう。私は美味しかったけど、ちょっと好み分かれそうだったので、パセリ味はちょっと研究が必要そうです。エリオさん、ハトありがとう。はっちゃん、短冊ありがとう。あ、読んだかも。長吉さん、短冊ありがとう。しんいちさん、シャボンありがとう。そう、1回目のファンミーティング、あのファンクラブイベントでアイス作りたいですって言ったら、ダメですって、無理です、難しいと思うけど一応確認してみるねって言って、確認した結果は無理だった。会場的にあのなんかそういう飲食とかを、そう、でもおにぎりだったらみたいな、おにぎりであればまだいけますみたいになって、おにぎりになった気がする。多分ね、あのアイスのその保管方法とかかな、冷蔵庫問題とかかも知れません。過去にねあるんですよ。過去に大阪でソロイベントをした時にね、アイスをステージで作るってやつをしてね、でカラオケしながら作るみたいな、なんかそんなやつをしたんですけど、こう振っとくみたいな、ずっと打ってそんなやつをした時はステージ中にその袋の隙間から飛び出た、ちゃんと袋から出ないように、もうキングレコードさんも STU のスタッフさんも準備してくれてて、それで二重にして頑丈だったのに、やっぱりさ振動で袋がやられて、もうあちこちにもうステージ中に飛び散って、終わった後はもう大変もうでした。しかもさ、ステージの上で試食してめっちゃ美味しかったんよね。で終わってから食べようと思ったら、もうそれ保管する場所がなかったから、終わったらまた液体に戻ってました。食べたかったのにもう食べれなくなってました。なのでちょっとやっぱアイス系は難しいっぽい、難しいらしい、やりたいけど厳しいらしい、現実問題無理っぽい。ジロ君、レインボースター、リデンさん、シャボンありがとう。あ、そうかも、コロナ禍問題もあるかもね。その時はみんなには配れなかったんよ。その時あの私が食べる分には OK みたいな感じだったから、それもあるかもね。パセリ麺、パセリラーメン、パセリラーメンね。おでん、ダチョウ倶楽部さん、ダチョウ倶楽部さんのあのくだりやるべき、おでんイベント、え、おでんイベントとかしたらもういい匂いでもうわーって感じです。大変、私は大根食べるね。そしたらみんなでおでん食べる会とかしたらもう楽しい。はあ、いいね。じゃでっかいこたつのイベントとか、でっかいもう超巨大なこたつにみんなで入っておでんをつつく、いやどんだけでっかいそんだけでかかったら多分おでん届かん、あのおでんが真ん中にあってももう取れないからさ、そういう時って気まずくて食べれないよね。芋煮あれでしょ、ショベルカーでやるやつでしょ。なんかイベントしたいよね、またイベント。ひろし BKK さん、いいねありがとう。いいね、いいねだって芋煮、え、広島でさそういうなんかないんですかね。ない、広島でアイスのイベントとかもないかな。アイパク早く広島開催してほしいんだけど、アイパク東京であるよね、今かもうすぐか忘れたけど、
新宿かどっかで IPOC。 どうして広島ではやってくれないの。7月15日から東京新宿、8月1日から大阪アベノハルカスだって。長崎もやるんですよ。東京とか長崎とか、あと過去は福岡とかもやってて、今見たら福島もやってるらしい。どうして広島はできないんだろう。IPOC行きたいです。もうこんなんだよ、こんなこういう、え、これ絶対美味しい、お腹にたまる。IPOC こういうなんかさ、おしゃれアイスがいっぱい来るんですよ。こういうほらプリン乗ってる。はあ、こんなよ。やばくない？輪投げじゃないよ、これはバームクーヘンよ。こういういろんな全国の美味しいアイス屋さんが集まったアイスクリーム万博ってやつ、略してアイパクっていうのが、そう全国各地で会ってるんですけど、広島はねちょっとまだ気配がなくて、パセリ行くってバレるからさ、なんか毎年あるんよ、アイスが無料でもらえるイベント、広島駅でも。でも私が行くのちょっとさバレてそうだから、まだ行ったことなくってね、ちょっと変装してバレないように。関西よくやってんの？なんでですか？広島はダメ？ダメかな？無理なのかな。ノースリーブで行けばバレないのよ。ソタロウと思われてバレるか。ソちゃんかと思われちゃう。ゲートパーク、ゲートパーク、あそこは何でもやってる。すごいよね。広島どん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 新しくなってますね。IPOC あったら、どこであるだろう。ゲートパークか、でもゲートパークしかないかな。ゲートパークかマリーナホップのあの駐車場のところか。どこでやってくれるかな。そうなの、スタジアムの横に公園作ってる。そうなんよ。なんかさ X で結構流れてくる、完成状況みたいなやつ流れてくる。めちゃめちゃ見てます。広島情報は X でいっぱい流れてくる。そうなんですよ、新しくなってるから、また私もたくさん紹介したいですね。福フェス、福フェスのメンバーはまだ未定なんですよね。もう今回はいるのでしょうか、どうなんでしょうか。あ、私主催でって、アイスイベントってこと。じゃあ福フェスボリューム4がある時に、あかりんさんがフェスやってる横でパセリがアイスイベントを。でもさ、あかりんさんはいろんな人脈があるけどさ、私はさアイスの人脈とかないからさアイス人脈ないので誰も呼べないよ。交渉とかもできないし何も呼べない、何にもできません。しかもああいうのってさ、呼ぶ側がさいろいろ
やらなきゃじゃん、セッティングを。もう何もできない、ただ食べたいだけだから、もうできません。そうで、アイスマンさん呼ばないとちょっと難しい。名刺配り、私名刺渡したことない。働いてた時も名刺なかった、耳鼻科の受付とかだから。名刺、私の名刺、なんか STU に入って最初名刺配りイベントがあったんですね本来。でもそう、コロナ禍で中止になったんよ。コロナがちょうど流行りだしちゃって中止になって、私名刺渡したことないんだよね。はあ、みんな、だからもし今後名刺イベントがあったら人生初名刺です、よろしくお願いします。今更名乗るあれじゃないけど、加入して5年目で名刺配りのイベントとかなさそうだけど、よろしくお願いします。あ、でもいや、ある名刺、あの渋谷のスタヤンの一日店長の時に名刺配った方、あれ名刺だったっけ、一日店長の時に渡した、あれが人生初名刺ですね。人生初名刺はもう終えてました。じゃあ人生2回目名刺をいつか。そうだわ、お仕事お疲れ様ですとか言って渡したもん。はじめまして、お仕事お疲れ様です。なんかスーツとかそういう方も多くて、お仕事終わり来た人多くて、でももらえなかったです、ファンの方の名刺は。東京では来週瀬戸茶で沖ちゃんと岡山の遊園地の会が再放送、いい情報ありがとうございます。東京にお住まいの皆さん、そして沖さんももしショチャレが放送される地域にお住まいでしたら、あの見てください、東京 MX。 沖さんと私の遊園地デートが放送されちゃうの、また最高じゃん、最高すぎる。沖さん、沖さんと遊園地デートと思って浮かれていったら別行動だった回です。やった、沖さんの地元、しかもさてちょれ、やった、やっと出れる念願、嬉しい。沖さんと観覧車とか乗って、楽しみとかって言ったら、ついて早々半分けがあって離れ離れで別行動で、最終的に私があのパセリがバンジー飛びなよって言われて、そう、先輩の圧みたいなので分かりましたって言っていいとこ見せようって、推しメンにいいとこ見せようみたいな気持ちで登ったものの、どうなったか、まあ放送をご覧くださいの回ですね。そう、学天則さんの回です。ギリさん、シャボン、ありがとう。パパパンダさん、お断りです。わあ、楽しみだね。私は見れないじゃん、でも来週、来週私なんか東京でフェスとかないもんね、見れないよね。まあ録画してます、ずっと、もう残してるんよ、ずっと自分が出た回、クラコンとかセトチャレとか、そう残してるので。あとなんか愛子と一緒に税の勉強する番組に出たことがあるの。本当にもうめっちゃお偉い方々がこうたくさん来られて、こうご挨拶とかもしっかりしてする税の番組に一回出たことあって、その時のやつもう残してるんですけど、そうなんか自分で見て共感性周知を感じちゃう。たまに見るんですよ、過去のやつも。で、うわ、私めっちゃ緊張してるやんとか思って、ちょっと共感性周知を感じちゃった。そう、その時はヘタレタチオとかの時かな、
鼻だれ、いや鼻だれ、いやもっと前とかヘタレたちよぐらいの時ですね。私はまだ選抜メンバーじゃなかったから、で愛子はその時選抜メンバーで、愛子がこれ私がジャケ写乗ってるのでみたいな、なんか歌ってるか、なんか私の声が入ってるのでよかったらみたいな感じで渡してる見て、横で見てて、そう、うわかっこいい、声が入ってるのかっこいいと思って見てた記憶があるから、多分ヘタレの時かな。ヘタレか。闇バイトの時のやつはミヤネ屋で放送されてたんですけど、あれ放送されるって誰も知らなくて、しかもその日そう東京に、東京の高校で全校生徒の前で闇帽子、闇バイト防止のなんか発表みたいなのしたんですよ。で帰ってる途中に、帰ってる途中じゃない、その後にリバティエイジの撮影があって、でリバティエイジさんのスタジオでファンの方のツイートこうやって見てて、ミヤネ屋に出たらしいみたいなパセリがミヤネ屋に出たらしいみたいな見て、え何のことパセリなんか、え何と思ったら、そうそれだった。それで知ったから、もう事前にお知らせとかもできなかったし、自分も見れなかった。そうなんや。セミバイトのお仕事の時そう。中じいさんハートありがとう。あ、リコちゃんとリンコの後編。じゃあ今週は 2R の回を見て、来週はポキパセのひとチャレ再放送ぜひ見てください。東京 MX 放送される方よかったら見てね。夜遅いと思うのでちょっと起きれないと思ったら録画も検討してください。まさきせりか闇バイトで検索したら出てきたねえ、それさやばいよね。もし私のことが気になってさ、まさきせりかってさ、こう YouTube とか、まあ、Google とかなんかで検索しようと思ったらさ、関連ワード闇バイトやばくない？え何この子、やっぱ押すのやめようってなるじゃん絶対。え調べてさ、それで気になって調べて、あなるほどねってなったらさいいけどさ、私なんか副業してる人みたいな、しかも闇バイトみたいになってさ、え大丈夫、出てこない、検索関連ワードみたいな、大丈夫です、ちょっと調べて、あこれ、いや調べんとこ、なんかブースとか書かれてたらもうちょっと嫌だから、関連ワードブースとかやったらちょっと凹むので見ません見ません。 OK さんハートありがとう。いや自衛は大事よ。自衛自衛。マポスさんかわいい、ありがとうありがとう、優しい。え警視庁のホームページ載ってるの、えそうなの。確かに今の配信聞いてさ調べた人が多かったらさ、えどうせトレンドとかに入っちゃった。尾崎静君インパイトトレンド、え過去に私を押しててさ、今他のグループとか行ってる人がトレンド見てさ、尾崎セリ君やばいって、え待って、あのえあのポセリがみたいな、え待って気になって調べてくれるかも、それで戻ってくるかも。締めたい、今んとこされてない、まだまだ人生でまだされたことはない、これからもされないように、寿命来るまでされないように気をつけます。ちゃんと出頭する、悪いことして、もう悪いことをしないように生きてるけど、もしなんか不意のね、もう意図的じゃない何かしちゃってもちゃんと出頭します。取り調べ、カツ丼、牛乳にアンパン、それは刑事が食べる。差し入れします、もう捕まってるやんそれ、差し入れありがとう。でも
でもきっとアイスはもらえないと思う。賞金アイス10本。アイス10本アイス1個100円だして私の賞金1000円ってこと？はい。Google でも YouTube でも Yahoo でもマイナスな関連は出てこなかった。ハイタッチしたい。調べてくれたの？優しい。しかも報告してくれて。ハイタッチでありがとう。青崎すりが可愛いで検索しときました。やばい、私今配信見てる人そういうあれなんか桜みたいな感じでやらしちゃってるかも。優しい。でも私は指示してないです。みんなのね、優しさでやってくれた優しさでやってくれたよね。中爺さんハートありがとう。私は桜雇ってないの。気づいたらもう23時になる。早い。あっという間でした。でもとよ、陽平さんハートありがとう。明日は予定の前に宅配便を受け取るミッションがあるので、早起きを頑張りたいと思っていますね。宅配大事なので再配達。みんなも宅配便、ね、宅配便難しい。もう早くこれを注文しなくては。楽天カードもスイーツカード、ソフトクリームどら焼きを注文しますので楽しみです。これはショールームでみんながくれたやつ。家にさ、家予定がまだわからなすぎてね、注文をねまだね先延ばしにしとるの。もうそう決めたんですよ。もう決めてるんやけど、注文のタイミングを急にレッスンとか入ったりしたら受け取れなかったりするから、ちょっとさ冷凍系は3日しか保管されないんですよ、宅配なので。タイミング伺い中です。早く頼みたい。楽しみ楽しみ。あ、お母さんのやつ忘れてた、聞かなきゃ。メモ。じゃあ今配信終わったらすること、お風呂に入る前にお母さんにショールームでもらったホテルランチの件はどうなっていますかと確認を取る。ちょっと書いとこう。母って書いた。書きました。ラメで書いてしまったので見えません。このメイク用のラメで、今手元にこれしかなくて、ちょっとこれ書いたので、でも光が当たったら見えます。母と書きました。ほらほらほら、光が当たった。これできっと忘れません。 iPad ね、 iPad に書いても私さ、もう終わった瞬間ね消すからね本当に忘れちゃうんですよ。そう、ちゃんと忘れずにお風呂入る前にやります。確かに普通におしゃべりしてさ、切った後に思い出しそう。あ、よくあるよねそういうの。この前お母さんに電話したら、ちょっと体調悪いからバイバイって言って10秒ぐらいで切られたので、今日は元気であったらいいなめっちゃ寂しかったし心配だったけど、バイバイ。みんなも健康に気をつけて。みんな、アイスクリーム一回溶けたやつは食べちゃダメって今日の配信で発表したので気をつけてください。アイスクリームは雑菌が繁殖しやすいらしくて、溶けたら、なので溶けたやつを再冷凍したら食中毒の原因にもなってしまうみたいです。みんな
もったいない精神はとても偉いけど、お腹壊したら病院代もかかってしまうし、いろいろ大変なので気をつけていきましょう。お互い、私も食い意地が張ってるからさ、食い意地張ってる仲間のみんなも、ちょっとケチなとこあるなみたいな仲間のみんなも、お互い気をつけましょう。食い意地とケチな皆さん、推しに似てちょっとそういうとこあるなみたいな人いたら気をつけましょう。ね、そうだ、お高くついちゃうよ。あと病院行くときお薬手帳忘れないで、あと保険証もね忘れないで、熱中症も気をつけましょうね。怖いよね、日焼け止めも日傘も。あとはもうなんかさ、お知らせ事がさ、お知らせ事のコーナーみたいになんか日焼け対策進めてる。太陽に勝ちましょうね。あ、確かにマイナンバー、マイナンバーに保険証をもう一緒にしてる方はマイナンバーだね。日傘大事。まとめなし、誰に言っても切れられるからね。うーん、確かに確かにね。でも切れられるから、例えば3択あったとして3人のうちの1人に行って2人に切れられるより、新しい1人のところに行くと3人から切れられてしまうって、切れられる対象が増えるっていう考えもあるよ。どうかな、そこのところはどうですかな。つみさん、シャボンありがとう。まあ切られるのが好きです、もう僕はド M なんですって場合だったらそれもありです。もう生まれた時からもう産声からド M ですみたいな、ド M って言って生まれてきましたみたいな方だったらもうもう自らそういう道に進むのもありです。うん、全然あり、ね、今日これで配信終わるんですか、この発言で。これで終わる、まあ終わろう終わろう、今終わるの逃したらまた長引いちゃう。アルさんハートありがとう。まあ、みんないろいろ熱中症もだけどいろんなことに気をつけて。ミッチーお断りです。中じいさんハートありがとう。それじゃあみんなも美味しいアイス食べて寝てください。寝る前2時間は食べない約束でいきましょう。私逆流性食道炎なので、イモステレビでも放送されてみんなに心配されるので気をつけていきましょう。皆さん、みんなもね、寝る前はあまり食べないように。一輝さんハートありがとう。横になるのはもう2時間経ってから。お、アイスタイム、いいねいいね。私も今からアイスタイムしてお風呂に入って、あ、違いました、お母さんに確認をする、忘れてたよ。じゃあ壇上読んで終わりたいと思います。いきます。え、待って、聞いてほしい、その前に聞いて。今日扇風機をね、扇風機つけようと思ったの、配信の時に。そしたらなんと昨日の配信の時からつけっぱなしでした。もう無音すぎてさ、羽が回るタイプじゃないから、あのボーン出てくるタイプの扇風機だから無音すぎて忘れてて、もう電気代がとっても怖いです。昨日の配信の時から丸一日ずっとつけっぱなしだった。
やっちまったな。まあでもエアコンじゃなかっただけいいか。みんなも気をつけてください。消し忘れ、戸締まり気をつけてください。それじゃあ壇上いきます。13位、ふくちゃん。12位、スプマンテさん。11位、しんいちさん。10位、おみかんさん。9位、わうわうさん。8位、ひろし BKK さん。7位、よしひろさん。6位、ちんらいさん。5位、まぽすさん。4位、Z さん。3位、ただの着ぐるみのようだ、ジロくん。何？何の言葉？2位、いっちゃん。1位、G2 さん。ありがとうございます。 Z さん、ありがとうスタンプ、ありがとう。では皆さんありがとう。今日もお話し相手になってくれて、おかげでよく眠れます。今日は何もできなかったって、すごく時間を無駄にした気持ちでいたけど、ショールームでいっぱい話したのでもう OK です。終わりよければ全てよしです。おやすみなさい。また明日です。